皆さんこんばんは、上水ゆきでございます。完全招待制の晩餐会を開催したり、公園にレジャーシートを敷くなど、存在としての公園をコンセプトに様々な活動をしています。現象のラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。昨日に引き続きですね、今週から配信が開始される新しいポッドキャスト番組のご紹介をしていきたいと思います。昨日のおさらいになりますけども、現在ですね、休止中のポッドキャストを含めると9番組、やっていて、今週から新たに2つ番組が誕生すると、で合計11番組になるということで、ポッドキャストをね、ポッドキャスターと言っても過言ではないというね、ぐらいポッドキャストを配信しておりますが、そのうちの一つの番組、メイメイっていう番組ですね、昨日ご紹介させていただきました。で、今日は、ゴミラジオという番組ですね、ご紹介したいと思います。ゴミラジオについてはですね、6月かなぐらいに一回軽くですね、ご紹介しているんですけれども、改めてですね、こう収録も終えて、少し具体的にというか、より番組の雰囲気がつかめてきたので、改めてご説明したいなと思ってるんですけども、ゴミ拾いをしながら録音するっていう、そういうやつですね。だから、なんか、ポッドキャストをしようと思うと、普通テーマがあって、そのテーマについて、まあ喋るとかいう感じになると思うんですけども、テーマとかはないですね。日程を決めて、その日に、公開収録。まあ、ちょっと第1回の中でですね、それ公開収録じゃなくて、公然収録なんじゃないですかみたいなツッコミが入ったんで、まあ、公然収録と言いますけども、公然の場でですね、ゴミを拾いながら、マイクでですね、録音していくと。で、それを配信するっていうね、やつです。なので、無言でゴミ拾ってる場面とかもですね、収録されてて、っていう、すごいナチュラルなコミュニケーションが、ここに、収録されていくと。で、じゃあ無音なんですかっていうと、これ外でもちろん撮ってますから、ゴミを拾う音とか、風の音、セミの声、車の音とか、通りすがりの人の声とか、今回第1回目いきなりね、ありましたけども、こう、話しかけられるとかですね。そういうことがあって、そういう、こう偶然の中で生まれていく、環境音も含めた、ポッドキャストであるという、かなりね、繰り返しますけども、実験的な取り組みだなと思ってやってます。僕の中ではですね、これはね、アート活動だと思ってやってますね。で、この番組はですね、もともと一人でやろうと思っていたんですけれども、浄水公園っていうですね、公園でレジャーシートを敷いて、ただいるっていう活動の中で、そこで出会ったですね、Q さんっていう方が、いて、その Q さんとですね、この活動、ゴミラジオのことをね、アイデアを話していたら、Q さんがたまたま、散歩が趣味で、もう手持ち無沙汰だし、なんかしようと思ってって、ちょうどゴミ拾いしようと思って、トング買ったとこだったんですよって言ってたんで、そんなことあるかよって思ったんですけども、そんなことがあったんで、じゃあ一緒に拾いませんかってことで、このゴミラジオは Q さんと一緒にやる番組になりますね。なんで僕と Q さんがゴミを拾いながら無言になったり喋ったりしてるというポッドキャストになります。で、第1話が7月28日かな、日曜日ですね。日曜日に、の夕方6時半に公開されます。これもですね、毎週更新の予定でいるんですけども、どうしてもゴミ拾いがですね、雨とか降ると厳しいんで、雨の時は中止と。で、中止になると、まあ、収録も中止になりますんで、その時は収録が飛んじゃうって感じで、毎週日曜日配信なんだけども、ゴミ拾いが中止になった場合は、まあ、普通に配信も飛んでしまうというような感じで、まあ、ある種定期配信と不定期配信の間という感じですかね。収録できる限りにおいてですね、日曜日毎週配信していくという感じ。取れ高がなければ日曜日配信されないという感じになります。で、その第1回目のですね、収録の中で Q さんが言ってたのが、まあ、すごい、よく言語化してくださってるなと思ったんですけども、現象の活動って、すごい偶然性の中で、
作られていく、まさに現象ですよねと。まあ、Q さんから見るに、まあ、ジョン・ケージというね、あの音楽家、前衛的なね、音楽を作られていた方なんですが、まあ、チャンスオペレーションっていう考え方にすごく近いよねと。まあ、これは、偶然を取り入れた音楽ということで、なんていうかな、まあ、ジョン・ケージといえばですね、僕でも知っている、ジョン・ケージさんについて詳しく知りませんけども、ジョン・ケージさんの中でも、4分33秒という作品はすごく有名で、4分33秒間全く演奏しないっていう作品なんですよね。無音というか、演奏しないっていう。で、その演奏しない間、その、環境音みたいなね、まあ、咳払いするとか、誰かがね、咳払いするとか、ちょっと、こう、動いた音がするとか、そういう環境音が演奏、音楽なんだ、として届ける、まあ、すごくね、実験的な作品なんですけれども、まあ、要は、そういうことやってますよね、と。公園にレジャーシートを敷いて、例えば誰も来ない。のであれば、その誰も来なかったなりの形になるし、誰か一人来れば、その一人来たなりの、五人来れば五人来たなりの形になるし、まあそしてそれが誰が来るかとか、その時どういう天気なのか、どういう気候なのかとかにも左右されるし、まあ気候だけじゃなくてそれがね、まあ基本的には天神中央公園でやってますけども、全然違うエリアでやるとどうなるのかとかいう、その時々のですね、所要の条件で現れる現象としてその場があるみたいなことですよね。なので浄水公園っていうのはまさにその、それ自体が、まあ浄水公園限らずですけども、晩餐会とかもそうかもしれませんね。その時の住人だからこそできた偶然の中での、料理みたいな感じで、かなりチャンスオペレーション的な考え方をしていると。まあこの人とこの人とこの人が話せばこうなるよね、みたいな感じで、あらかじめ想定される結果じゃなくて、何が起こるかわからない予期せぬ結果を生み出す可能性みたいな、ある種のこう、偶然の中のクリエイティビティみたいなことをやっているつもりですし、あとはその、まあ音楽とかやってるとですね、手癖ってのがあるんですよね。とか自分の好きな音楽っていうので、かなり、やっぱり表現は固定化されてしまうということで、まあ自分が何かを表現する。するとそういう狭くなっちゃうんだけども、環境とのこう相互作用で自分自身も変容していくよねっていう、まあ、まさに自我も現象だよねみたいな、自分の表現も現象だよねみたいなところで、その環境との相互作用から生まれるみたいなことも、意識して実はやっています。なので、Q さんがね、その、まあ、ジョン・ケージさんにこう言われるのはちょっとね、ちょっと荷が重いところがありますが、まあ、実際チャンスオペレーション的な考え方でやっているなと思ったんで、まあ、このチャンスオペレーションという概念で説明できるっていうのは、すごいね、ありがたいなと思いました。で、まあそういうことをやってますと。で、まあ、ゴミ拾いという活動に、ポッドキャストを掛け合わせることで、その偶然の産物としてのその、なんていうのかな、場みたいなものと、ポッドキャストっていうコンテンツっていうのが掛け合わさってるんで、場とコンテンツが掛け合わさるというか、まあそういうね、かなり実験的な、アートとしてですね、やってますんで、ぜひね、なんか、ゴミ拾いを録音して何なんだよって思うかもしれませんけども、まあ今の説明で多少しっくりきた方いらっしゃればですね、まあ、僕がやってる番組の中ではですね、最も何が起こるかわからないし、何も起こらないかもしれない上に、尺としても1時間ちょっとということで長いんで、聞くのどうかなと思うところもあるんですが、まあ、エンタメとしてというよりはアートとしてですね、触れていただけると嬉しいなと思います。で、サムネイルをですね、作っていただくためにですね、あ、これ、ひとしおさんっていう方にこう、また、いつも僕デザイン頼んでるんですけども、ポッドキャストのサムネイルとかですね、このゴミラジオもひとしおさんにデザインをお願いして、デザインをお願いするにあたってですね、ゴミラジオの収録したものを聞いてもらって、まだ公開されてないんですけども、その、録音したやつをね、聞いてもらって、たんですが、感想としてですね、作業用の、ポッドキャストというか、作業用 BGM 的側面がありますってことをね、おっしゃってました。環境音とかもね、かなり聞こえてくるんで、なんかね、普通のポッドキャストよりも、さらに環境音的な、ニュアンスというか、なんか作業しながらでも聞ける、ものになってるというふうにおっしゃっていただいたんで、まあそんな感じでね、なんか流す、聞くというよりはなんか流すようなイメージで、聞いてもらえると嬉しいですし、
そう、そういう意味ではですね、倍速とかすると変な感じになっちゃうんで、このポッドキャストだけはですね、まあ、他のポッドキャストはね、全然、お好きにどうぞって感じなんですけども、このポッドキャストは、等倍で聞かないと、多分、全くわけわかんない。その、音楽を2倍速で聴いてるみたいなのと一緒の現象が起こっちゃうと思いますんで、ぜひね、もしこのゴミラジオを聴いていただけるという方いらっしゃれば、等倍でね、聴いていただければと、等倍速で聴いていただければと思います。まあ、ちょっとごちゃごちゃ言ってしまいましたけども、第1回目の中でですね、さっき言ったチャンスオペレーションの話とかね、公然収録の話とかね、あとは、なんでしょうね。偶然人に話しかけられたりとかしてですね、初回からゲストいるんかいみたいな、結構面白い展開になってますんで、聞いていただければと思います。日曜日、初回7月28日日曜日の夕方6時半から、配信されますんで、よかったらお願いします。本日は以上です。番組のご意見ご感想は、ハッシュタグ、現象をつけて、X でポストしていただくか、Spotify の Q&A よりコメントいただけると励みになります。また、現象の活動を応援してくださる方は、概要欄にあるリンクより、現象の LINE 公式アカウントをお友達登録していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。